んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは自分を急かすのをやめるです。いつもいつも自分を急かせて慌てて仕事する人がいますよね。特に客商売などの場合、お客様を待たせないかと思って早く早くと自分を急かして仕事をすることがあります。これ自体はとてもいいことです。早く仕事ができればお客様も満足するし、自分も自分を褒められて有能でかっこいい自分だと思えるでしょう。ですからただ自分を急かして早く仕事をすること自体は何の問題もありません。でもそれがかなりのストレスになってしまうことがあります。それは早く仕事することを強制させられていると感じている場合です。そして自分で自分を急かしているだけなのに、人に急かされた恨みを感じてしまって、その結果ミスをしてしまったりイライラする原因となっていたりします。そういう人の心には早くしないと怒られるという思い込みがあります。誰かが怒っているような気がしているんですね。それはなぜかというと、自分が実は誰かのことを遅いと責めていたからなんです。一体誰を責めていたんでしょうか。大概は乳幼児の頃にお母さんを遅いと責めていたんですね。自分が泣いているのにお母さんはさっさと来ないとか、お腹が空いているのにミルクをさっさと持ってこないとか、こんなことでお母さんを責めていたために、誰かが怒っているというイメージが頭の中に残ってしまったんです。次に自分が子供の頃どれだけのろまだったかということが影響しています。とても人に依存している場合、自分は動こうと思わず人を動かそうとするので、とても動きが遅い子供になります。そうすると幼児期になると立場が逆転します。つまり今度はお母さんに早く早くと責められ、その通りにできないので怒られるんです。こうして今度は実際に人の声として早く早くと怒られていることになります。この人たちがノロマを治す誘導瞑想と違うところは、実際にこの人たちは早く動けるということです。ですからテキパキ動きたいという自分の願望はもう実現しているんです。ですから頭の中で早く早くと怒られているというこの状態を治せばいいんですね。それは自分がお母さんを責めていたことを謝ればいいということになります。誘導瞑想の最後の部分はお母さんに謝るという内容になっています。この部分は寝る前だけではなく日中もイメージしているといいですね。その時も自分が子供だと思ってお母さんに謝っているイメージを持っていてください。ではいつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。できれば3歳がいいですね。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはいつも急いでいるよね。心の中で早く早くって思っているよね。仕事でもお客様に早く早くって言われているようで焦ってしまうよね。早くしないとお客様が怒り出すんじゃないかと恐れているよね。それでいつもイライラして落ち着かないよね。大人の自分はそれで困っているよ。いつも焦っていて自分に対しても早く早くってせかすから、結局何かを忘れたり間違えたりしてミスが出てしまう。そしてまた自分を責めてしまうんだ。これじゃリラックスして暮らせないよね。あなたはね、いつもお母さんに早く早くって思っていたよね。
ミルクが遅いよ、まだなの？おむつを替えてよ、まだなの？一緒に遊んでよ、まだなの？早く早く、待っているんだよ、早くしてよ。そうやってあなたはギャーギャー泣いてずっとお母さんをせかしていたよね。お母さんを責めていたね。そして少し動けるようになった頃も自分では動こうとしなかった。お母さんをずっと頼っていたね。ノロノロしていたね。今度はお母さんがあなたに早く早くって言うことになったよね。早く食べなさい、早く用意しなさい、早く着替えなさい。あなたはいつもいつもなんで自分がやらないといけないのって思いながらやっていたね。だからとても遅かった。それでお母さんが怒っていたんだよ。今まであなたがお母さんを責めたから、その分あなたが責められたと感じて焦ってやることになったよね。でもね、大人の自分はあなたに感謝しているよ。あなたはもうのろまじゃないよ。すっかりと何でも早くできるようになったよね。仕事でテキパキしているよね。そんなあなたはかっこいいんだよ。あなたはそんなテキパキした自分になりたかったんだよね。もう実現しているよ。だからもう自分に早く早くっていうのはやめなさい。十分にできているからね。もう大丈夫なんだよ。そしてお母さんに謝りなさい。何でも依存してお母さんをこき使って遅いって怒ってごめんなさい、そう言おうね。お母さん、いつも早く早くとせかしてごめんなさい。お母さんを責めてごめんなさい。そのせいで自分もいつも責められていると感じていました。ごめんなさい。でもおかげでこんなに早く動けるようになりました。だからもう遅い遅いと人を責めるのをやめます。お母さん本当にごめんなさい。そしてこんな風に教育してくれてありがとう。今は早く動ける自分が大好きです。ありがとう。そしてごめんなさい。もう責めるのはやめました。私は早く動ける自分が大好きです。